タラール・アブガザラは、ヨルダンを拠点とする国際的組織である、タラール・アブガザラ・オーガナイゼーションの創設者であり、会長である。アラブ会計界のゴッドファーザーとも呼ばれ、アラブ世界で知的財産権の重要性を、信仰したとみなされている。1938年4月22日に、パレスチナのヤフファに生まれる。アブガザは、最終的には、レバノンの村である明治に移住した。 大学生の間、彼は教師と翻訳家として働いた。卒業後の彼の最初の仕事は会社の監査であった。1969年、アメリカ合衆国のサンフランシスコのタイムワーナーでの会議での知的財産についてのスピーチを聞いているとき、アブガザは知的財産権と会計の分野で事業を始めることを決めた。1972年、 タラールアブガザラカンパニーとアブガザインタレクチュアル、プロパティというそれぞれ会計と知的財産を専門とする二つの会社が創業された。その後、アブガザは経営管理、コンサルティング、ホーム、IT など他にもたくさんの分野で様々な部門を専門に扱うサービス会社を合計140社立ち上げた。2007年4月4日、国連事務総長の半期分はアブガザを ニューヨークの国際連合本部ビルで行われる第2回ミーティングの期間、国連グローバルコンパクトの代行議長に任命した。2007年10月24日、アブガザワ IP において最初の g a と諸国外出身の世界一有名な人物の一人になった専門家になったことでアメリカ合衆国主化後の IP の殿堂入りを果たした。2009年6月17日には国連は 情報通信技術と開発のための国際同盟の理事にアブガザを任命した。国連経済社会事務次調査、ソヤス氏から彼に同盟の統率を依頼する手紙を受け取った後、国際機関だけでなく公、民、非営利セクターからの代表で構成されるようになった。2010年11月25日、タラール・アブガザラ・オーガナイゼーションの CEO 検社長のタラール・アブガザラ理事は、 アブドゥッター二世陛下の直命により上院議員に任命された。ありがとうございます。